この作品は、えっと、ロンドンで作られましたでもインド人のスタッフによるインドミュージカルという不思議な作品でしてそれをこ日本人スタッフと日本人キャストで作るというあの美しい西洋絵皿にもらえた和風カレーみたいな感じでちょっと味わい深く <laughs> そしての <laughs> 年の頭からホットなホットでスパイシーな気持ちに浸っていただければと思いますどうぞよろしくお願いいたします。若役をやらせていいただきまます浦井ですすでよろししくお願いします若がそのやっぱその 人間的には実は貧困なんですけれども例えば友人に恵まれていたりそしてその家族愛に恵まれていたりっていうところがあってあの実は豊かそういう意味では豊かな青年だと僕は思っていてそれがだん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 その。 ある意味映画界の闇とかそういった憎悪とか,なん,か闇なんかそういうエゴに触れることで変わっていってしまったもの変わんないもの変わりたくなかったものに触れて成長していくっていうのをみんなからもらえるエネルギーで演じていけたらな。 ボンベイドリームズでプレイヤー役演じさせていただきますスミレです今回はあの日本での四度目のミュージカルなんですけれどもあの、まあ、まだいろいろとあの皆様にもあの教えていただきながら学びながらすごいあの楽しくこのミュージカルをできてそれで皆様が来てくださるお客様にもその楽しさを、えーまあ、パワーとしてこうあの 通じたらすごい嬉しいですしあのぜひ見に来てください大女優役ランニをさせていただきます浅見光でございます、えー、意外に大女優というこういう名前がついた役っていうのはやったことがなくて一体大女優ってどういうものかななんて言いながら、えー、日々研究しております浦井健二さんをいびり倒すことができる <laughs> 唯一の役なので、えー <laughs> 今までそういう役柄でね演じたことがなかったのですごく新鮮なんですけれどもこう本当に分かりやすくこう悪者というかになれるのかなでもなんか最後にはあの女優としての信念だったりそういう気持ちをやっぱり見せる場面があるのでその辺はとてもあの共感本を読んだ時にとても共感したんですけれども。 ビクラム役の加藤和樹です、えー。本日はありがとうございます。僕はですね、もともと地黒でして、もうこの作品、ついに来たなと思いました。えー、で、まあ僕、見た目こんなにきらびやかなんですが、えー、弁護士です。えー <laughs> あのこんな弁護士いるのかと思いながらもでもやはりこのボンベイドリームズという世界の中に入ると意外と地味だったりすると思います、えー、ですが、えー、皆さんに負けじとですね、えー、小木田先生がおっしゃったように本当にカレーのスパイスもう隠し味のソースになれればいいなと思っておりますスイーティー役を演じます川久保拓司です <laughs> え見た目に何分メッセージ性が強いので、えー、ちょっと何を言ったらいいかわからないんですけども やっぱり世界で注目されているボリウッドという、もうその世界の光と闇を描くという、もうすごく僕個人としてもすごく楽しみですし、荻、え、田、ー、先生と一緒にみんなで作り上げる、えー、ミュージカルに今からわワクワク新年にふさわしい、えー、ボンベードリームス、ノリノリでお客さんがもう元気に、えー、持ち帰っていただけるエネルギーを全力でみんなで放出したいと思いますので、<laughs> ぜひぜひ劇場に、えー、踊りに、楽しみに来ていただけたらと思います。 えー、お待ちしております。